<music> FM の祷湾きの皆さん、こんにちは、えー。木曜日2時を回りまして、火曜ダイヤル797「人に歌あり、歴史あり」の時間です。担当の砂川です。で今日はですね、皆さん、うるま市にありますカラオケ南遊島そこで去る12日に行われました 男性のみの歌謡ショーの模様を今日は放送したいと思っておりますそしてスタジオにはその南遊等のオーナーであります岩本さんと司会進行された森さんをお二人をスタジオに入ってもらってます、えー、岩本さんどうぞ改めて自己紹介お願いしましょうかねマイクに近づいてくださいはい皆さんこんにちはカラオケ南遊等のやっております岩本です今日もよろしくお願いいたします そしてどうぞ森さん。はい、皆さんこんにちは。森と申します。ちょっと緊張しておりますが、よろしくお願いいたします。<laughs> どうぞおいに緊張してください。<laughs> <laughs> <laughs> えー、岩本さん。はい、前回ね、女性だけの歌謡ショー放送したのは7月の19日でしたね。そうですね。はい。まあ一月ちょっと経ちましたが、えー、これは今回は。 10名の方が歌っているんですね。そうですね。男性10名の方にですね。はい。そしてその司会進行したのが森エ子さんですね。はい、そうです。森さん。はい。どうですどうでしたその司会をやっていてねその日の模様感想なんかありましたらおっしゃってください。はい、そうですね。えー、女性の時も、えー、司会をさせていただいたんですけれども、はい、あの男性もですね、えー、その時に。 えー、衣装もバッチリ決めて、それぞれの個性も出ておりまして、皆さんまた楽しんで歌われておりました。ですから、はい、はい、とても楽しく過ごすことができました。はい。まあ、皆さんあのお聞きの通り、歯切れのいい言葉を使っているこの森さん、素晴らしい方です。えー、テレビでないのがちょっと残念なんですけどね。えー、とても綺麗な方で、<laughs> <laughs> よろしくお願いしますね。さあ、それじゃあ岩本さん、はい、早速ね。えー 10名の方ですから、ね、時間ギリギリいっぱいになるかと思いますんで、えー、中本さんに、えーね、お願いして1曲目、えー、これは「花冷え」という歌ですね照屋森義さんの歌ですかそれからお聴きいただきましょうどうぞ。 火曜ダイヤル797「人に歌あり歴史あちり、えー」8月30日木曜日の放送は去る8月の12日日曜日に行われましたカラオケ南遊島での模様を放送しております。山本さん、はい、さあその南遊島の場所をね、はい、どうぞオーナーの方から説明してください。小田の十二郎ですね 十字路に向かいましてね、はい、まあっすぐ右側に中部病院が見えますので、中部病院を過ぎましてね、上平川というあのの信号があるんですね、はい、まあそこを過ぎまして、すぐ丸中山という有名な金物,金物店、それの手前ですね手<前>、手前の100メーターぐらい左,あの左<側>、バス通りの。 道沿いで三階建てのビルでやってますのでね、二階で営業しております。一階は居酒屋さんでしたか。そうですね。今ですね、今は居酒屋さんちょっとやめられたんですね。今パーマ屋さんだけなってますけど。はい。あの、茶色のビルのね、二階でやっております。はい。ありがとうございます。で、山ごう、どうぞ。はい。えっと、ゼロ、九ゼロ。はい。九七八ゼロ。はい。九七八零。はい。六四六一ですね。 もう一回あの後半で言いますからどうぞ皆さんメモを取って準備をしてくださいねさあそして、えー、森さんはいどうですかご自分の名前がラジオから流れてるんですが微妙な気分です <laughs> そうですか <laughs> 嬉しし恥ずかしい娘18だね十 <laughs> 0年前でしょうか <laughs> <laughs> さあ中本さん、はい、それではその4人目の方いきましょうかね親子坂 親子ザカです。ザケじゃありません。ザカです。荒瀬博さんですか。すね、はい。さあ行きましょう。どうぞ。 火曜ダイヤル797「人に歌あり、歴史あり」今日は素晴らしい天気に恵まれまして真っ青な海そして真っ青い空に浮かんでいる雲真っ白な雲そういったロケーションを見ながらお届けをしておりますそして、えー、去る8月の12日に行われました南遊島での収録の模様をお届けをしておりますそしてその 司会進行を担当した森恵子さんをゲストにお迎えしてお届けをしております森さんはい。ここまで聞いていてどうですか皆さんうまいですねそうですねでも、えー、今本日の放送で録音ということでですね皆さん第一部のお歌を今 流ししていらっしゃるんですけど、はい、やはり私が聞いてもちょっと緊張してるかなーオーナーの、えー、岩本さんもおっしゃってましたが、ええ、やはり1曲目はど録音ということで皆さん緊張してます <laughs> 本当は皆さんもっとお上手なんですよっておっしゃってましたそうなんですそれ,それよくわかります <laughs>、はい、私の別の曲での番組を収録するんですけどね、はい、あの収録終わった途端に上手くなるんですよみんな。 さあ、えー、後半、入ってまいりました。はい、中本さん、あその前にちょっと、お店のね、はい、岩本さんのお店の南遊のとの音響がとっても評判がいいんですよ、はい、どうですか、はいあのー、私も歌が好きで、よく歌わせていただいてるんですけれども、はいはい、とても素晴らしい音響ですよ。 行ったお客さんからよく聞くんですよ素晴らしいってどうぞあのラジオを気になってるあなた今度行ってみてくださいね、うん、電話番号を教えましょう09097806461番です0 9 0九七八0六四六一番ですどうぞよろしくお願いしますさあそれじゃあ中,中本さん はい。<laughs> さあ中本さん、はい、今度は「ひだまり人情」からですね「はいはい、香港慕情砂漠に雨が降るごとく」3曲続けてお聞きください。 さあ森さん、はい、あと1曲なんですがこ時間に入りませんんねあそうなんです岩本さんにも申し上げたんですがもし入らなかったら来週ねこの、はい、10, 10番の方ね、はい、稲妻・石木長英さんの歌は来週お送りしますんでね、はい、4分40秒ぐらいあるんだそうです、ね、うでちょっと無理だと思う中本さん、はい、コメントが入ってるんですかはいいいコメントて 紹介してください、えー、はいこちらですね加、えー、山梢さんか方はいはいいただいております。ほうほうはい瀬、は、名、いえー、川さんそして森さんこんにちははいこんにちはでこのまあ fm 技能案なんですけども歌謡曲のですね番組を他ではあんまこの他の放送ではやっていなくてですねはいたまにはこのような歌謡曲の番組もいいですね、はい、<と>ありがとうございますありがとうございませんで聞いていますありがとうございますメッセージいただきました、はい それとスプリームさんから何かはいスプリームさんから番組冒頭でメッセージをいただきましたほうほうはい、はい、こちらもご紹介いたします、はい、え砂川さんゲストの、えー、ゲストさんこんにちははいこんにちはじゃ砂川さんのことですかね今日もハンチングボーが大変に決まっていますねとメッセージいただきましたおそ <laughs> れいきます <laughs> 素敵です <laughs> はい、はい、メッセージ以上になりますはいさあそれじゃ最後の曲いきましょうかね 稲妻さっき申し上げたように時間に入りませんおそらく2コーラスぐらいで切れると思いますが来週また持ち越して放送しますんでどうぞご勘弁ください、はい、さあ行きましょうどうぞ。 今日はもう少し奥してさあ時間が入りませんね森さんねはい残念です、えー、来週またこの方取り上げますんでね、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします今日は大変お忙しい中ありがとうございましたどうでもございませんありがとうございました <laughs> それでは皆さんまた来週この時間にお会いしたいと思いますご健よろしゅうさようならさようなら。